ます。寝てたんですか、タクロウさん。寝たの？寝てたの？あ、エル大先輩、あ、ねえ、エルも待ってたんですけど、朝比奈の足速くなるよっていうシャメチェキ待ってたんですけど、あ、ユキナいるよ、まだいる。あやち、こんばんは、こんばんは。間違えておっしゃったやつ、あ、おっちょこちょいですね。おっちょこちょいのりょうじさん25、会えるの楽しみにしております。楽しみにしています。明日席取ろうね。あ、明日、明日、明日席取ろうね。待ってんにゃん。あせいのね、めっちゃ早いよ。何秒だっけ、8秒。普通何秒、普通何秒なんだろう。8秒とかかな。え、マジ、投資予算が、あ、そうだよ、待ってたよ、あれ待ってました。でも全席とかありがとね。なんだろう、あずみさんの太もも見たら早く走れる。そうそう、すごい筋肉すごいから。あ、ひろし、え、ひろし6秒なの？早くない？嘘、本当に？え、ひろしそんな早いの？足、足チェキは僕のお箱なんですけど、明日、じゃあ領事も明日撮ろうね。 足チェキ。ギターの音めっちゃギターの音心地いいね。山さんが弾いてます。ドンキホーテの聞きたい。ドンキホーテの聞きたい。ドンキホーテ、ドンキホーテ。ヤマさんすごい。いやいやいや、山田配信ないですよ。サッカーで全国行ってますから。お、すげえ、今度見せてリフティング。あ、ねえ、ヒロ君こんばんは。ちょっとさ、聞いたよ、今日いた、明日もいる。ヒロ君激アツなんですけど、嬉しい。ねえ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 、話そうよ。びっくりしちゃった。明日楽しみにしてます。レアさん、レアさん聞けるの？レアじゃん。そうだよ、レアだよ。だからここに配信にいる24名様レアです。レア回です今日は。明日はどこから見てますね。お、明日スペースオットいいの？首が、なんか最近もう首が凝っててさ、つらい、首凝ってる。さあ明日ね、スペースホットでね、12時25分からです。物販いっぱいでしたね。そう、いっぱいだったけど、朝日奈暇でしたよ。明日待ってますよ、ヒロくん。マッサージ前から、あーねー、マッサージしてほしいで。そう、心地いい BGM が流れてくるね。そうです、こうやって弾いてる、今弾いてます。すごいの弾いてる。歌つきです。まあね、この音楽に酔いしれてちょ
ちょっと明日のねスペースホットとか25日の山さん生誕予約ぜひ待っております。あつきちゃんこんばんは。あ、ありがとう。え、なんか投げてるよね。誰か投げてる。りょうじ、やばい、興奮してきた感動して涙が出てきました、エルが。何あ、なんかリクエストお答えしますよ。何の曲ギターで弾いてほしいですか。やば。あ、よちこんばんは。あ、バラありがとうギター、あー拍手ありがとうね、ありがとう、ありがとう、拍手。いや、いあ、ゆきらも歌えるよ、今なら。あの、リクエストの曲。いやね、これをね、聞いたらもう絶対みんなね、明日、明後日、8月1日とか予約しなきゃダメだよ。予約入ったら、あははははは、電波一。どうする？どうする？なんかないですか？ TA 女子の曲で。あ、君を乗せて。君を乗せて？何それ？あ、ラピュタ？あ、マフィンこんばんは。あ、それそれって。今山さんがギターを弾いてて、ゆきなとあすひなで歌いますので、拡散よろしくお願いします。リクエストにお答えしますので、じゃあちょっと栄光の架け橋お前がリクエストしてTA 女子の曲とか、君煩いくださいとか。あ、全部。奥さんこんばんは。今運営さんの山口さんがギターを弾いて、それに乗せてゆきなと歌います。何かリクエストください。こんばんは。あ、岡田こんばんは、ありがとうね、今日体育芸ありがとう。あ、全部君のせい。オリンピック始まったから、オリンピックにちなんだ曲とかは？オリンピックか。何？でも何？全然わかんないんだよね、アスイラ。オリンピック何の曲使われてるか。こんばんは。山さんってすげえんだな。山さんすげえよ。あ、ミサさん歌ってた。へえ、ミサさんじゃねえや、ミーサ。ミーサ。ミーサ。
マーサみたい。あなたは本当につらく、なんならないのは。あ、うん、生誕でミーサ、ミーシャさん歌いました。ミサさん、ミーシャさん、ミーシャさん、ミ、リサさん。強く。今日の歌配信がなんか、うん、ヤマさんがねギター弾いてる。やべ。作ってるよみたいなのを。ここぐらいの進行、うん、めっちゃいいっすね。進行だけ中でする。あ、中で。あ、じゃあ今から山さんが進行、新曲の進行。次の新曲の進行だって。おお、早く聞きたいですね。来ないかと思った。え、めっちゃいい、すごい。録画します。ダメだよそれ。あ、録画して流しちゃダメだよ。あ、ダメだよ。 L ダメだよ。 L 流すなよ。流しちゃダメ。もう今日ここで聴いてる人たちだけ、ラッキーな人だけ。ラッキーだよ、今日聴いた人。スラップ、なんか少し前にバンドチック、あ、なんか少し前のバンドチックな音ですね。翼、お、私だけが楽しみますね。うん、そうしてください。ラッキーって、ラッキーボーイ、ラッキーガール、ラッキーガールですね。すごい。あ、まつりありがとう。ありがとうね。あとバラバンありがとうね。バラバンありがとう。あとヒロピー、ベルト、ベルトじゃねえ、なんだっけこれ、メダル、メダルありがとう。あとジョージもありがとう。みんなありがとう。え、マジなやつ。あ、マジなやつ、マジなやつ、マジなやつだと思う、これ。だからまあ流しちゃダメだよ。録画した人たちは流さないでね。改めてエマさんができる男なんだなって感動した。誰、山京新茶のりょうじちゃん。その、改めてできる男なんだねっていうか、いや、こっちの本職や。あ、すんげー。今みたいな音は割と好きな方です。翼、せんやさんプラスゆきなプラス山さんだけで豪華なのに、歌まで聴けるなんて、さすがに量、閲覧量取った方がいいよ。じゃあ今度撮る、スパチャくださいね、今度 YouTube で。わかりました、流しません、流さないでください。ここはお願いね。だってすごくおしゃれだよ、進行これだからね。普通にカフェとかで流れてそう。楽器全部できるんだよってさらっと言ってるところがかっけえ。今度キーボードでやってもらいたい。もーちゃま、こんばんは。こんばんは。ギターいいね、奥さん。 BGM 普段はそんな感じに見えんからギャップがええよね。マフィン、これでもなるだよ。もうピアノの弾き語りとかやってたんだ、これ。
あ、尾崎豊とか。クソ真面目に歌ったのにさあ、ね、あね、ほんとにもうね、なんすかね、パチンコで負けちゃってえ、聞きたいって小ババが言ってる。だって有料だよ気持ち悪いなったので、ドンペリ君連れてくね、明日かな、明日ドンペリ君連れてくるって、エルが。じゃあ俺ちょっとギター持って、ギタードンペリ君と一緒にギター持ってくん。お疲れ様、ママ、仕事終わって配信を見たよ、ありがとう、キクで。あ、よしひこじゃん、最高に楽しかったよ、ありがとう。いや、こちらこそ本当にありがとうね。お誕生日おめでとうございました。だ、25日待ってるよ、一緒に、あ、ごめんね、25日一緒にデートしようね。25日のライブはどんな感じだろう、どんな感じでしょうか。でもまずなんか瀬戸利的にはこう今日から新しくなった振り付けの曲オーバーとリブートは聴けるかなって感じです。まあどうなるか分かんないんですけど、とりあえず聴けるかなって感じ。あとね、そう、25日30分尺じゃないですか。あ、そう、あの、待って、あのね、25日ね、ちょっと聞いて、25日なんとチアガールでライブがあるんです。チアガールでね、ライブするの初めて、 TA 女子が初めてチアガールでライブします。そう、しかもあのね、まあ物販ももちろんチアガールで撮れるじゃん。そう、配信とかでしか見れなかったチアガールが実際に見れて一緒にチェキ撮れちゃう。あ、チアガールね、あのね、あれ、25日、そう、チアガール25日のビレッジヴァンガードさんでのリリーベでチアガールでライブさせていただきます。奥さん、いける、会える、チアガールのシャキシャキ見に来てほしいよ。そう、だからちょっと恥ずかしいですね。そう、あ、こんばんは、くまきち。そう、今ね、25日のね、リリーベの話をしてるの。そう、そう、オタク持ち合い行こう。そうでね、そう、リリーベね、こう CD を買ってからライブが見れるって感じなんですけれど、 TLC のね、リリーベはね、まとめ買いがとてもお得なんですよ。まずこう5枚 CD 予約してくれると、まとめてね、5枚 CD 予約してくれると次回使えるチェキ券が2枚つきます。まず CD1 枚につき特典券、今日本当日のみ使えるチェキ券は1枚つくんですよ。でさらに5枚まとめて買ってもらうと2枚次回使えるチェキ券がもらえます。で10枚まとめて買っていただくと、その5枚特典プラス囲み写メ券がもらえます。でさらに15枚だと5枚特典プラス10枚特典プラス通参加券がもらえます。でこの通参加っていうのは、今オンラインリリーベやってるこう CD の枚数に加算されるよって感じです。で20枚特典だと、その5枚特典10枚特典15枚特典がもらえて、さらにヤバい特典がもらえるんです。でそのヤバい特典っていうのは、その日によって変わるんですけど、なオフ会、ミニオフ会ですね。30分から1時間ぐらい一緒に遊べるオフ会なんですけれど、
去年とかはコンビニとか一緒に行ったり、ゲームセンターに一緒に行ったりとか、サンキューマートに一緒に行ったりとかしたんですけれど、今回はブレッジヴァンガードさんでリリーベということで、この間のねリリーベはね、ブレッジヴァンガードさんでのリリーベは時間が遅くてビレバンさんが閉まっちゃってたんですよ。でも今回は12時からスタートということで、まあそういうことだねそうだからね、ビレバンさんが12時からねリリーベが開始されることということで、リリーベが終わった頃にもまだねビレバンさんはやってるんですよ。だからちょっと一緒にねこうできちゃうかなっていう、そこでちょっとそうできちゃうかなっていう感じです。今しかもチアガールでライブするじゃないですか、チアガールで物販するじゃないですか。まあチアガールでねやばい特典一緒にできちゃうかなっていう感じですので、マジでねレア回です。25日はそう、指さされの時のやばい特典はマジで楽しかった。そうなの、本当に楽しいの。だから本当は30分までみたいな、30分間みたいな感じで軽く決められてるんだけど、もう気づいたら時間過ぎちゃってるよねっていう、本当に楽しい。5枚で7回特典回いけるってことか。そう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 、そうだねそうだね、そう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 。え、この次回使える特典券、あ、チェキ券って今日も使える、その日も使えるんですか？次回だけですか？あ、ね、その、5枚のやつはそうだね、次回のやつだから、リリーベ自体がそもそも通常のチェキ券使えないから、あ、そうだ、5枚のやつは次回、5枚のやつは2枚次回って感じです。だからその日にはちょっと奥さん使えないよって、次回使える。でも結局うん、5枚で7回いけるって感じだね。すごいじゃん、すごいの。マジか、チア、それは見たいやんか。ねえ、ヒロ君来てほしいですけど、チアガール見てほしいですけど。25日だよ、ビレバン。額欲しいでしょ、額。そうだから、え、マジで25は本当にレア回となっております。ちょ、買いも、あ、オフ会しようよチアの私とオフ会しよう。そうだから、すごく20枚まとめ購入が本当に本当に本当におすすめなんです。しかもチアのメンバーとねチェキが取れる。山京さんも誕生日だからチアガール？何言ってんだろうな。りょうじ酔っ払ってんのか。あ、はよ言うてや、その日の朝に帰るね。えー、ちょっとー、ひろくちょっと伸ばそうぜ伸ばそうぜ、僕の嫁が伸ばしてって言ってるので伸ばしましたってちょっと言ってみてそう、25日渋谷のビレッジヴァンガード、あ、そうそうそう、本店です。渋谷本店2階。オフ会は25日なの。うん、そう、25だから、そのライブが終わってちょっと経って遊ぶって感じ。え、お揃いのものとか欲しいんですけど。あ、言っちゃった、なんかそうですそうです、チアガールです。だからぜひちょっと25、言ってたよ、言ってた、朝昼言ってた。ああ、伝わらなかったか、届かなかったか、ヒロ君に。
そう、25の主役がチアしないってどういうことよ、プイ。それは本人によってください。チコバンゴマボーンボーン。一緒に遊びたい、一緒に遊びたい、とてつもなく一緒に遊びたいです。で25の、あ、いけるかな、仕事次第だな、行きたいね、本当に行きたい、本当に楽しいよ、え、マジで楽しい、なんか本当にもうすごくね、ハッピーなね空間が生まれる。フレフレしちゃうよ、もうフレ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 コールしちゃう。そうだからそのチアを着てリブートとかオーバーをやるって結構レアだと思います。夜間の麦茶なんだけどさきくんにあげたい。あ、欲しい、25待ってるね。 TA のライブって楽しいんですか、どうですか、見て見てどうでしたか、前見てどうでしたか、最高って言ってましたよね、物販でね、自分で。でもまだ楽しいかなって分かんない方はね、25日明日とか会いに来たらどうですか、純兄さん、25日とか。ビレワンでのリリーベ初だから楽しみ。そうそうなの、しかもさ、ビレワンってさすごく興味深いものがたくさんあるじゃない、楽しいよね、ずっと入れちゃうよね、ビレワン。楽しみだ、楽しみ、25楽しみ。デート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 したいな、デートしたい。明日ですか、24じゃなくて、明日だよ24、明日24だよ、24、明日24だよね、24だよ、スペースオットだよ、12、明日12時25分から、12見に来るしかないんじゃないですか。あとさ、さっきさ言ってたよね、ちょっと待ってね、ね、あ、熊吉こんばんは、言ったかね、言ったかな、これ。明日も新しい振り見れますか、え、見れますよ、明日、明日見れます、一曲どっちかが見れますね、振り変わったよね、リズム取るの難しくなった、そう、なんかね、オーバーだとフル、もともとはフルセクテ詰め込んで骨、あ、違うな、フルセクテ詰め込んで骨の髄までだったんだけど、今回からはフルセクテ詰め込んで骨の髄までになった。感じで、リブートは、リブート、トゥトゥトゥ、あ、でもリブートの方が分かりにくいかもしれない、トゥ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 、うん、まあ明日、ねえ、明日見に来て、あとね、うん、待って、渋谷本店ではないけどビレー版のリリーベー2回目、お、やったー、2回目ゲット、月ちゃんの楽しみだなー、25会えるの、そうですね、メーター見たいですね、見よ、前回ノートに何か書いてたらしいやんけ、そう、24ね、あ、25のこと、待ってコスプレでやばい時ね、やるときこっちまで恥ずかしくなるのよ、え、でもね、え、今回のは平気じゃない、大丈夫だと思う、今回はね、そのコスプレでね、一緒にね
出るから恥ずかしくなっちゃうよね、こっちまでね。りょうじも恥ずかしい。そうで、この前のさやつはさ、鬼滅のコスでさ、ハロウィンの日だよね、ハロウィンの日に鬼滅のコスで一緒にゲーセンで遊んだ。あ、会話見てた。え、変わってたでしょ。朝日奈咲のアイドルライブジャパンの祝勝あげていい。え、嬉しい、あげてあげて、たくさんあげて。そうだから今日のね、アイドルライブジャパンさんのツイッターじゃねえ、YouTube でアーカイブ見れますので、気になる方はぜひリンクをつけて、今日のアーカイブのリンクをつけて、動画を切り抜いた動画を上げていただいて今日のアーカイブのリンクもつけて、今すぐツイートお願いします。あとさ、なんかコメントって書けますか、アイドルライブジャパンさんの。書けるようにしといてって、あの主催の方に言っておきます。あ、お願いします。で、そこで、何分何十秒 TA 女子とか、何分何十秒の TA 女子のここが良かったとかいうコメントも残してほしいです。さすが好き、すぎ。そうだね、B メロ。あ、そう、変わったよ。そう、変わった。なんかね、ドゥ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 っていう感じ。え、そこそこよく一発で分かったね。そうなんだよ。ありがとう。オタクもコスプレして特典参加すれば無問題。うん、問題ない。24ハスキー対バンやから TA 見に来るやろうって。お楽しみに、会えるの楽しみにしてますね。順に気合入っちゃうな。あ、そうだ、サンキューマートだ。鬼滅の時はサンキューマートだ。そうだ、おばくろ手が斜めになってたりした。そうちゃんと帰ってすぐにフリー入りして、え、最強、明日から期待ですね。今回は夏で良かったね。前外行く時はなんだ、寒かったでしょ。切れてた。うん、寒かっただからね、夏も夏で暑いけどね。でも外に出ない感じなんで、今回のやばい特典はなので結構すごくいいと思います。変わってる、早く見たい。そこ見て、他にもちょっと変わってるところあるから、ライブで確認してきて、しに来て。え、ってことは、え、りょうじ明日、りょうじ明日、明日？領事？配信見づらいところあったから今踊ってくれるのありがたい。あ、分かった、いつの間にか明日行くことになってて。草、え、で、あれは明日行くでしょ。だって前24いるよって言ってた。限界突破。オフ会は25か。そうなの、オフ会25なの。よし引こう。遊ぼうよ。明日仕事なのか。頑張れ。ほら、うん、明日行くって言ってたよ。 L って書いてある、ちゃんと。あ、や、L って書いてある、ちゃんとね。ディスノートに書いてるので来ないとやばいよ、やばいこと起きるよ。でも朝比奈さんに会いたいから行こうかな。行っちゃおう、来ちゃおう、 L 来ちゃおう。そうだよ、足チェキ取らな。
足跡取らないかんや。あ、まよおはよう、おはよう。ツイッターに拡散してねって言われる前に拡散する、砂を超えたオタクです。あ、よし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 、よくできました。せっかく振り入れしたから行くで、しょう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 。だってさ、ちょっとね、すごいちょっと2日間でこうね、ライブある中覚えたから、ちょっとね、まだ不安定な部分もあるわけよ。そこにね、エルが目の前にね、いてくれるとね、あ、こういう感じ、あ、ありがとうエルっていう感じになるじゃない。ね、どっち来てもいいように練習してください。お願いします。よしよしの前にペロペロで、いや、どこの変態さんかな、ペロペロで、わかった。じゃあ次会った時ペロペロしますね。ペロ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 。だけどワンチャン中抜けもあるとかない、あるとかないとかわからないけど、あー、りょうじ、本当に本当にやった。え、書いとこう、りょうじ、りょうじ、変態って言われたので読みました。かわいい変態さんですね。え、24でしょ、24にりょうじで、25にえね、よしひこは書いてあって、あとあれだね、奥さん奥さんも来るかなって思ってるんで書いておきますね。書いておきます。ちょっと待って、 100% じゃないんだから。明日はおそろだよね。あせんやさんのおそろ好きなので楽しみ。そう、おそろだよ、明日はおそろです。でもなんかちょっとね、今3日間目じゃん、おそろ着るの。ちょっと匂うかもしれないけど気をつけてあ、奥さんちょっとどうしたの。え、だって奥さんちょっと25日朝比奈のチアガール見に来るでしょ、見に来るでしょ。あ、座りで上からのソロチェキ欲しいです、よろしくお願いします。あ、了解なり、了解。13日はお気に入りになりたいのでおソロ着てきてください。適当。13日はどの服になるんでしょうか、お楽しみにしていてね。朝日奈咲の元の匂い、味の素みたいな、味の素みたいに、本当に。じゃあ私がオタクを代表して嗅いであげるね。あ、調子乗んな、調子乗ってるやついるぞここに。はい、やばい、もうそろそろもうそろそろ終わらせていただきます。はいはい、ありがとうございます、ありがとうな。はい、それではですね、次のライブが明日24日スペースオットさんでね、12時25分からライブがあります。あ、なお、ありがとう、あります。でこちらのね、セトリ的には一つだけ新しい振りのね曲が聴けると思うので、ぜひ楽しみに来てください。あ、12時は本当に早いね。あってことは、え、よしひこ、これはいるんじゃないか、よしひこ会えるのか、よしひこ24日12時25分だよ。25分。
楽しみにしております。はい、そして25日ビレッジヴァンガードさんでリリースイベントがあります。こちら場所が渋谷本店さんです。本店さん、ビレッジヴァンガード渋谷本店さんでリリースイベントがあります。はい、じゃあ12時から販売、12時半から整列で、びっくりしちゃった。はい。リリーベがあります。渋谷本店さんです。はい、明日につなぐさよならとクレイジーサラズ両 A 面の CD のリリーベがあります。で12時から販売で、ここで CD をまとめて購入してください。そして13時30分から整列です。で14時から30分間ライブがあります。そう、13時30分からね、うん、正解、両時正解で、14時30分から特典会がありますので、 CD 買ってでチェキを取るって感じですので、お間違いないようにしてください。そう、明日は普通のチェキ券は使えませんので、よろしくお願いします。ちょっとやばい特典、本当に遊ぼうね、デートしようね、マジでデートって感じだから、よろしくよろしくね。で、ライブがチアガールとなっておりますので、待ってますよ、本当に待ってますよ、よろしくお願いします。あとね、なんだ、25でしょ。で25日リリーベ行けないなって方は31日、7月31日にね、五反田 G2 さんでリリーベがあります。でこちらは予約が必要なんですけれど、予約してください。まだ予約してない方は予約してね。で時間が17時からです。リリーベ、ちょっと待って、17時から17時から、あれどこで買ったっけ、17時から五反田 G2 さんでリリーベがあるので、ぜひ会いに来てください。ノートに実際に名前書いてもらったの見れて嬉しかったぐらい待ってたんですけど、そうだよ、ちゃんと書いてるよ、書いてるんだよ、私ちゃんと書いてる。あ、りょうじ調子乗んな。えちゃん譲られたから、あ、せのよろしくな、調子乗んな、欠かせねえよ。いや、昔さ、チア来たことなかったっけ。あ、ねえ、ない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 、こう対バンとかではない、あのね、なんていうの、配信だけ、電波1とかだけです。はい、で31日は、はい、話を戻しまして、31日は本当に予約が必要となっております。それでね、31日ね、楽しいことがたくさんあるの。まず一つ目は、そのうち TA スラッシュというリリーベで、うじえがやらかして一等のオフ会を取っちゃった、ごめんねじゃんけん大会があります。だからまだね、こうオフ会ゲットできてないって方は、じゃんけんに勝ってオフ会をゲットしてください。はい、そしてさらに明日につなげさよならの MV 先行上映会があります。本当にいい PV です、マジでみんなに本当に見てもらいたい。31日にマジでもうね、本当に31日にね、もう本当本当に見てもらいたいんだよね。なんかこう確認確
認するためにね、ちょっとだけ見せてもらったんだけど、そのちょっとだけでも本当にやばいよ。あのね、マジで PV マジで PV、 なんかねエモい PV になってる。だからその昨日も言ったけど、もうティッシュを持って参加してきてください。まあ、絶対泣いちゃう。だってさ、キャサリンもヤマさんも見てうるうるしたって言ってたから、相当やばい PV です。だから涙もろい人はね、もう絶対泣いちゃうよ。なのでティッシュ持ってきてね。あと制服着てるよ。なんかね、このちょっと見ただけで感じたのは、なんか仲間って感じだったので、ちょっと本当にエモい MV を見に来てください。そうで、その日いつ PV が YouTube からアップされるか分かったわ。今日のラジオで言ってた。あれ、今日のラジオで言ってましたよね。あの MV の、あれ言ってないか、あれ言ってないでしょ。次回、あの、あれでしょ、アスミットにさよならの、トリラジで音源初公開でしょ。あ、そっか、言ってないよ。アスミットにさよならの音源はまだ出してない。出してないか、あれ出てないですよ。あ、クレイジーか。あ、そっか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 。アスミットにさよならの情報に関してはまだ一切世に出ておりません。あ、じゃあ、え、31日絶対来た方がいいよ。じゃあ今のままでいくと、音源すら31、あ、次回、待って、次回だっけ、次回はい、6日に、8月6日だよ、はい。あ、じゃあそうだよ、7月31日のリリーベで音源も初公開。そうだ、音源すら初公開。そうだ、え、じゃあ絶対来ないけど、え、しかもさ、そうだよ、だから PV もいつこう世の中に出るか分かんない。だから31日は本当に PV 見に来た方がいいよ。いつ見れるか分かんないから。そっか、クレイジーサンライズだっけ。あ、そっかそっか。え、本当に31日待ってますね。わー、エモ。そうなの、そう、仲間って感じをこう一緒に見に来て。あ、31日行くよ。わー、両時代行時代。そう、本当に、え、本当にエモいよ。もうね、エモい。みんな、みんながエモい顔してた。行きたさ、え、来てね、よろしく。来て。なんか断るはそう難しいんだけど、ファンのことを大切にしている感じが伝わって嬉しかったです。いやー、もうこちらこそこれからも大切です。あ、今日はありがとうね。ちょっと本当に、あ、本当に、でもなんかね、みんな演技したって感じ。表現、表情とか。ぜひ見に来てね、31日 MV よろしくお願いします。そっからさ、聞いてその PV を見て、次のライブでまた明日につなげさよならを聞くと、また違った感じで聞けると思うので、ぜひ待っております。予約は朝日奈のプロフィール欄から飛べるので、ぜひ飛んできてね。そう、25日のビデ版はしなくて大丈夫だけど、31日は絶対にしなきゃダメなので、予約待ってます。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。コメント、星投げ、ギフト拡散ありがとうね。これからもよろしくお願いします。それでは以上、 TA 女子の朝日奈咲でした。また明日12時25分から待ってる。バイバーイ。